はい、こんにちは、ドラゴン松井です。キエ先生、モイ宮下です。キエ先生、モイマジです。ということで、今日何でしょうか。よし、じゃあ1つ目いきます、LINE カウンセリングはきちんと適応診断できるものですか、写真の良し悪しで左右されないか心配です。おお、なるほどね。なるほど、はいはいはい、はい、この問題は昔からあったんで、ちょっとうちね、プロトコール、まあプラットフォームというかね、プロトコールを決めたんですよ。要するに、こういう写真を何枚送ってくださいっていうのをね、うちのスタッフの方が作ってくれて、正面、側面、まあ横、ボディだったらこの方向で何枚っていうふうにね、だからみんな同じ写真が撮れるようにしたんですよね。そうそうそう、そう、何メートルの距離から、そう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 、確かに確かに。で、胸だとこうと、こうと、こうととか、そう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 、脂肪吸引だとこうです、顔だとこう、こう、こうとかね、そんな感じでね。そうなんです。あれ決めてから本当に写真安定したよね。いや、安定してますね、実際患者さんもそこにちゃんと、まあもまあ、模範となる絵が書いてあるので、その通りに撮ればいいだけなので、おかげさまでやっぱり診断とかが、まあ、間違いなくなりますよね。なったなったなった、はい。サトルがね、よく言ってますけど、自撮りカメラで撮ると鼻があのね、あのなんだミニチュアダックソンドみたいになるから、そうそうそう、そうやめろみたいなね、よく言ってますよね。そうですね。あとね、自撮りでね、こうやって撮る人たまにいるので、もう何かわからない、何かわからない、おでこしか見えないみたいな写真も昔に結構。でもこの前やって、でもちょっとなって思ったら、どこやったらいいでしょうかって横になって上から写真撮ってきて、さすがにちょっとそれはあのたるみとかも含めた評価があまりに難しいので、なんならそのフェイズリフトをする術前術後が術前術後ぐらいの感じだから、ちょっとあの横になって写真撮るのはぜひやめていただきたいなとは思います。ということでですね、まあその写真カウンセリング本当、僕らもあれなんですけど、プロ目線じゃないと難しくて、やっぱりなかなかね、こう素人だと判断できないんですけど、僕らたくさん顔見てますからね、皆さんね、でお写真もたくさん見てるので判断できる。だからなんかこう適当に撮って送ったらいいっていう問題じゃなくて、ちゃんと僕らが指定するようなプロトコールで貼っとっていただければかなり、で僕らもそれで分かんない場合は必ず診察来てくださいとか、あとは動画にしてくださいっていう、こちらから指示を出す形しているので、そうね、そうね、大丈夫だと思います。はい、次いきます。はい、はい、自分が何やったら可愛くなるか分からんみたいな状態でカウンセリングに行くのはありですか。もちろん、いや、これはありですね。チクソありですね。むしろある意味利口な人はそうしてくるかもしれないですね。丸投げ、丸投げで。そうだって本人がなりたい顔っていうところが、それこそ言ってしまえば この前も撮ったようなこんな目になりたいですとかって言ってきた人がいても、世の中のスタンダードからやっぱり外れてるものとか、将来的にそれはちょっとやめた方がいいよっていうものとかも含めて、やっぱり我々がこういう風にしてったらあなたはもっと良さを引き出せるよっていうところをアドバイスさせてもらえるので、もちろんあの人によって多少好みの差は現れるとは思うんですけども、我々に任せてもらった方が世間的に見て一般のより良いものっていうものを作ることができるかなと思うんで、僕は大歓迎です。どうなりたいが決まってないパターンも全然あるよね、何が向いてますかみたいな、そこまでの投げっぱなしも全然 OK かな。そうです、なんならやっぱスタートの、まあお写真と、まあゴールをね、できたら教えていただければ ね、あのもちろんお任せで僕らがこういう風にセンスよく決めますよっていうのもできるんですけど、なんとなくこういう顔が好きだなみたいなの教えていただけるともっといいですよね。もう楽なんで、楽なんで、だいぶゴールが近づく。なのでご自身で調べなくても、うちみたいなクリニックに来ていただければ多分正しい答えが得られると思うんですが、要はそうじゃない、うちよりもかなりレベルの低いクリニックに行くと、施術のね範囲が限られてる、それなんだよね、ほんとそれはあるよね、はい、だから何もわからないけど行ってもいいですか、っていう質問は、ハイレベルのクリニックにしかね通用しないんですよ、まあ簡単に言うと、もうね目から鼻から骨から輪郭からボディは全部やってるクリニックじゃないとあんま通用しなくて、ねえ、だって2人しかやってないクリニックに私どうすればいいですかって、2人決まってるよね、2人しかねえじゃねえかよ、2人しかねえだからよ、そう、まずは目からですねって言うと決まってるやんって話で、で逆に話しかやってない先生に輪郭どうですかって言ったって輪郭できないからわからないじゃないですか、だからやっぱりね、こう総合力の高いクリニックだったらばそれ通用するんですけど、美容外科医が何でもできると思っちゃいがち、そうね、そうね、それは怖いミスだよね、そうですよね、かなりね、うちみたいな先生たちは結構特殊なので、まあ見てもらえば分かるんですけど、みんなブランディングで同じ施術ばっかやってますから、ね、峰様がね、裏羽村しかやってないわけないんですよね、ないね、もうけど、世の中の裏羽村職人は裏羽村しか本当にやってないですからね、そこら辺はね、総合力高い国であればそれは OK って感じかな、はい、次の質問です、はい、たくさん整形しても美しい人、
たくさん整形してサイボーグ顔になってしまう人との違いは何ですか。面白いですね。なんか面白い質問ですね。でもね、これさっきマージーが答えてくれたのにあれするけど、はいはい、この線を越えたらちょっとまずいよっていうところでこっちがアドバイスをちゃんとして、うん、それに従ってくれるっていうのは一つあるかもしれなくて、ね、そのこういう垂れ目希望な人をこういう垂れ目にするしないよね、うんうん、だからいくらその患者が希望してもちょっとこれ以上はまずいぜと、うん、あの本当に将来的にまずいんだよっていうラインを示してくれるドクターがちゃんとナビゲートしてくれたらどんどんやればやるほど良くなっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだよね、うんうん、こうねもう言われたまんまどんどん切るとかねもういくらでも移動するみたいな感じで少し歯止めの効かないドクターにやられちゃうとやったのに良くなくなって、うん、悪くなったっていうことはちょっとあり得るかもしれないなっていうね。あとはやっぱりそのどうしてもこう売り上げとかそういうところを考えた時にどん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 こう進めたくなっちゃうっていうのがやっぱりちょっとこうね大手さんとかだったらそういうのもあるかとは思うんですけども、カウンセラーもいるしね。そう、結局そうカウンセラーがいるところってどん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 アップセルしていってで最終的に医者に投げてじゃあ医者が施術をするっていうふうになったらやっぱりそこにカウンセラーを含まないで僕らまあ医者がもう直接カウンセラーも兼ねた状態でやってるっていうところだったらまあそこまで そのとんでもないところにも行きづらいのかなっていうところはあるのかなと思いますね。俺は結構さっきの自分の話にも被るんですけど、うん、やっぱその単価クリニックですね、うん、単一クリニックをみんな結構かいつまんで行くんですよ。わかります。なんかグラマラスならこの先生、はいはい、で鼻だったらあそこのクリニックでキャンみたいな、はい、で高額教授はキャンみたいな、うん、全部が特徴的な先生にお願いするんですよ、うん、でなんかよく今ツイッターとかだと顔のレシピとか言って全パーツが違う先生でやってるあるいや、ね、言うじゃないですか。めちゃめちゃ流行ってる。もうアホもいいところで、ね、みんなねその売りがある人っていうのは、うん、それを極端にやることが多いんですね、うん、例えば鼻であの先生っつったらこういう鼻みたいな、うんうん、だから鼻はあれがいいで垂れ目はこれがいいみたいな、うんうん、そのね各巨匠どもをね回り出すと、うん、全部が強いパーツになるんですよね、うん、そうするとサイボーグ出来上がるんですよ。トータルがぐちゃぐちゃだよね。そう、鼻はピカソで目はダリでみたいな、そうそうめちゃくちゃだよね。そうトータルバランスどこ行ったっていう感じだね。パーツがね喧嘩するんですよね見事に、うんうん、だから鼻もキュンキュン顎もキュンで例えばこの幅みたいな、うんうん、こんなんねサイボーグになるに決まってるんですよ、うんうん、なんでそうなったかっていうと全部違う先生がやったせいなんですよね、うんうんうん、だって自分は自分の仕事を全力でやりますっていうのが、うんうんうん、ただもう全力投球がね、うん、10パーツぐらい経ってるわけですよ。だから大喧嘩ね、うん、パーツがね、うん、でやっぱり顔って調和が大事だから、うん、調和ハーモニーを崩すような、うん、要は人選をしてるんですよねご自身が。だからそういう人に聞くとここは韓国のあそこで、うん、目は誰先生で、うん、工学教授はどこでみたいな全部変えてくるんですけど、うん、それねぐちゃぐちゃになるから絶対やめた方がいいですよ ね、うん、そうだからやっぱりこうある程度指揮官がいないと、うん、マネージャーがいないとやっぱり務まらない、うん、例えばある一発だけはどうしてもこの先生にやってほしい、うん、けど全体的にはこの先生をお任せしようみたいな軸が決まらないと、うん、そりゃねパーツ喧嘩しますよ。みんなやりたいこと違うわけなんで ねえ、うん、はい、はい、なるほどねっていうことだと思います、はい、ここからは手術系の質問になります。おい、はい、公共のバッグは永遠ではないんですか。うん、永遠永遠あの西暦5000年まで持ちますかとか言われたらちょっと分からない。エターナルそうですね。だからその永遠の定義が、ね、定義をね、うん、例えば今20歳の人がいて100歳まで生きるとして、はい、20歳でバッグ放棄をしました、80年間持ちますかって言われたら持たないでしょ。まあどうなんですかね、やっぱりその持つ可能性もあると思うんですけど答えられないですよね、うんうん、持ちますって言えないじゃないですか、うん、はい、だからまあそれは分かんないけれどもおそらくまあその要は20年30年、今までは10年交換って言われてたスパンっていうのはもう撤廃されてるから、うん、おそらく20年後30年後までは大丈夫な可能性が高いですよっていう説明にはなりますかね。もともとあのね保険でずっと使ってたアラガン社っていうところの、ね、テクスチャーとザラザラ型のインプラントの破損率、うん、ものすごいたくさんでも何十万人も使ってデータ取って大体破損率はもうね分かってきてて1年で 1% っていう感じなの。だから10年後壊れてる人は 10% だ、うんうん、20年後は20よりもうちょっと上がるんだけどね、うん、
みたいな感じで年 1% っていうのが第5世代ぐらいまでかな、うん、ちょっと前までの、まあ、テクスチャードっていうね補強で使ってるのとはちょっと違う種類のインプラントがそのぐらいで、今はそれよりね世代が上がってるので、うんうん、まあそれよりもより数字は壊れにくい方に、すごい伸長性っていうの伸びとかがいいんで、中で全然グイグイ押されてもちょっと壊れにくくなってるから、うん、って考えるとまあ 2,30 年持つ人は余裕でいる。ただし、あ、ごめんね、うん、いや、そう、やっぱりこう昔入れてたものの10年後の成績っていうところって結局10年以上の前の製品のデータになるわけじゃないですか。そうなんだよね。だから今出たものっていうのが10年後にどうなってるかっていうのは正直誰にも分かんないわけで、うん、結局その、まあ、臨床試験とかも、まあ、なんていうんですかね、こう機械的なこう試験とかいろいろやって、これはもう耐久性っていうのは今までのものよりも高いですよって言われてても、実は臨床的に使ってみたら実はそんなことがなかったっていうものも、実は例えばその形成外科でなくても例えば整形外科の人工関節とか、うんうんうん、そういうのでやっぱりデータとして実はあの数値は本当はいいはずなのに実際使ってみたら実はもっともろくてみたいな、そういう結果が出たりとかすることもあるはあるので、うんうん、そう保証はできないですけど、うん、肌感覚でちゃんと乳腺管にきちんと入ってるもので、うんうん、昔眼検で働いてた時にあの来た患者さんで、じゃあ CT 撮ってみましょう、20年前に入れたものですって言って何名か見ましたけど、破損してた人ってそういえば一人も見たことないなと思って、うんうん、だからそう、ま、20年前の世代のものでもきちんと乳腺管に入れてればそれぐらいは、まあ、持つんだろうなっていうのは、まあ、肌感覚的なところではあります、うん、まあ、持ってる人は余裕でいる、うんうん、ただし、何パーセントっていうのはね、最新製品だからなかなか数字で今表現しづらい、うん、だからもう20年後に20年間の破損率が出るかもしれないけれど、ちょっと今は分かりませんっていうことにはなっちゃうかな、うん、まあ僕思ったのが、うん、その第5世代のアラガンのインプラントとかって、うん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 、そシェルが破損した際にあの要はサインが分かりやすかったじゃないですか、うん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 、要するに中のジェルが漏出するっていうことがあったので、うん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 、なので僕らもエコーで診察させてもらった時に波打ったりとか中に気泡が入ってたりとか、うん、まあ要は分かりやすいサインがあったんですけど、今の第6世代のバッグってついにこう漏出がなくなったわけじゃないですか、うんうんうん、あれってどうなるんですか。あれもうシェルっていうのはね、この外側の皮、うん、でジェル、ややこしいんだけどね、ジェルが中身の グミみたいなやつ、うんうん、でシェルが壊れることを破損っていうのね、定義上はね、うん、でシェルが壊れるときは最初まずね穴から開きます、うん、で穴がピーって裂けてって、うんうんうん、点が線になるのね、で線がだんだん開いていって面になるっていう壊れ方をするんだけど、どんどんその破損部分の面積が伸びていくとお水が入ってくる、うんうん、体内だから。なるほど。でジェルが加水分解していって、いくら強い加強されたジェルであっても徐々に加水分解で、まあ、ドロドロっと溶けていくのね。そこで初めてエコー上の変化が出るっていう感じなんで、なるほどね。だからリュウが言ってくれたけど、その破損初期はやっぱ分かりにくい、うんうんうん、なんだろうこれみたいな感じで分かんないけど、破損中期後期ってどんどん5年10年ほっといたらいよいよ分かるようになるみたいな、まあ、そういう感じの画像所見なのね。なるほど。でやっぱり壊れてるか壊れてないかモヤモヤするっていうのも良くないんで、どうしてもちゃんとそれを見たければ MRI を取ろうねっていう話になるわけなんで、うんうん、今だとねあのメディカルスキャニングとかね、うん、まあ、そういう画像診断のクリニックにお願いして、 できればシリコンを際立たすような取り方をしてねっていう感じで、よくあの破損はねチェックするっていうふうにしてる、そんな感じかな。なるほど、ね。うん、だからまあ基本的にその入れて、まあ、すぐに破損って基本的には起きるもんではないので、うんうん、まあ、やっぱり逆に10年とか経ってからしっかりバッグをチェックしていってほしいんですよね。そうだね、時間経った後の方が大事だよね。そうですね、即じゃないよね。だから俺は結構その乳がん検診をエコーで受けてください、うんうん、その時に例えば乳腺外科医の先生から、エコーでとか技師さんからエコーでそのインプラントに対して問題があるかもと言われた場合はすぐにご連絡くださいというふうに伝えてますね。そうだよね、もう1年に1回アマソラにエコを受けに来るっていうのはちょっと現実的ではないので、うんうんうん、まあ、ご自身の乳がん検診で必ずあると思うのでね、まあ、エコーでチェックしていくのが一番リーズナブルかなって気がしますね。そうですね、うん、やっぱり今乳がんの、ね、罹患率もだんだん徐々にやっぱり上がってきてるっていうところがあるので、うんうん、まあ、皆さん乳がん検診はぜひ行ってください。そうですね、その時にね、あの乳腺の先生も見てくれますからね、バッグもね、うんうんうん、はい、その時に見てもらったのが一番ベスト。はい、はい。この度、アマサラクリニックでも両顎手術と頭骨セットバックを始めました。特別モニターも募集しておりますので、ご興味ある方はぜひ公式 LINE からご相談してください。お待ちしております。じゃあ次いきます。うん、
脂肪包茎はしこりになるんでしょうか。おー、うん、最近ね、麻生先生がしこりについてしこり撲滅化みたいな感じ、そうですね、だいぶあの強めの発言を。いやー、今日幸いなことにね、うん、自分、まあこのアマソラで大きなしこりになった人、うん、もちろんタイに行っちゃった可能性はゼロではないんですけども、うんうん、基本的には多分ね、戻ってきてくれると思うんですけど、うんうん、今んとこしこり状況一件もないですね、うん、まあ、幸い。でもやっぱり入れる人の技量って当然大事じゃないですか。あのやっぱり10センチに対して 1cc っていうところがやっぱり言われているのが、結局ね、あの外声帯内に入った時の、直径が 1.1 ミリ 1.2 ミリぐらいまでしかあの静着しないって言われているように、1回でドバッと入れすぎちゃったものはそのまま脂肪の塊としてね、あの残ってしまうっていうのはもう論文的にも言われていることなので、やっぱりきちんとした技術を持ってる人がきちんとした場所に分けて入れるっていうことが大事だと思うので、きちんとしたってない人がやっぱりやった選手とかだったらそうなってしまう可能性っていうのはやっぱり十分にあるかなっていうところですよね、うんうんうん、僕も幸い最初に学んだのがザクリニックさんだったので、うん、脂肪保険のメッカですよね、うん、まあやっぱその結局、まあ、ヌードルインジェクションっていって、うん、0.4 ミリのシリンジで要はこう、まあ、チョコレートでいうサシャ、もう編み目をこうねひたすらこう繰り返すような構造で脂肪注入していきましょうと、うん、まあ、例えばビュッと入れるんじゃなくて線をねひたすら田の字を書いていくような感じで、入れて、それを4層に入れるっていう風にかなりね重症を教わってるんですね、うんうん、でまあそれを皆さんにもお伝えしてるし、まあみんなもそうやってやってると思うんですけど、多分そのやり方をやってる限りはあんまりその大きなダマっていうのはできないと思うんですが、うんうん、世の中にはそうじゃなくてビュッて入れてるとこあるってことですよね。あるってことだし、なんか塊で入れて揉む人もいるらしい、ね、それやばすぎます、えぐいよね、揉んだらもっと死ぬやろやばいですよね本当に我々の常識を超えてくる、あ斜め上からねじれの方向に向かう謎のクリニックはやっぱりあるみたいで、ね、渋谷のあるジョイさんのクリニックは、うん、あの衛診使って乳腺内に脂肪入れるらしいですからね、うん、すごくないですか、わお、どういうこと、ブスブスに穴開いてて、うん、で何これっつったら、いや乳腺内にも脂肪を狙って入れられないでしょって思ったんですけど、すごくないですか、入れられないですよね、無理無理、ガッチガチ、乳腺内はちょっとね、だからもう乳管とかに免入したら、ね、乳腺になっちゃうだろうし、ですよね、だから本当ね、多分常識外、今もう論文でこの方がいいですよってもう言われてるのに、それすら勉強してないやつが本当にいるんですよ ね、うん、だからそれはね、しこりになりますよ、そりゃ、だからちゃんと正しい方法でやってたらしこりになることはないと思いますが、うん、もちろんね、僕もこの間患者さんが LINE もらったんですけど、うん、要は、エコーで、数ミリ、まあ、1ミリ以内のオイルシスト、オイルシスト、うん、があると指摘されたんですけど、うん、っていうふうにご連絡いただいたんですね、うん、もうこれはね、脂肪補強をやった人多分全員やります、うんうん、しょうがないよね、しょうがないです、うん、で、エコーで見なきゃわからないとか触ってもわからないレベルであれば正直放置、うん、もちろんその抜いてもいいんですけどね、オイルをね、けどその侵襲とその要はオイルがあることの要はベネフィットとリスクって言ったら刺すことの方がリスクが高いので、うん、やらなくていいかなっていう感じですね、はい、うん、はい、次の質問最後です、はい、肋軟骨を取った後湯船に浸かるのは何日ぐらい控えた方がいいですか。湯船か、でもまあ1週間後の抜歯が終わってれば基本的にはいいんじゃないですかね、うんうんうん、確かに、うん、まあ腫れてたらね、鼻とかもねやってるわけでしょ、ちょっと肋軟骨取ったわけだから、うん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 、まだ1週間前と腫れてるからあんまり熱いお湯にはね長時間浸からないでほしいですよね。そうね、腫れるね、腫れる、うんうん、でもね、その傷の閉じっていう意味で言うと表皮と表皮がくっつくのに48時間って言われてるのね、うん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 、だから48時間後には水で濡らしても基本的にはちゃんと縫われた傷は水は中に入らない、うん、これはもう組織学的に確認されてる、うん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 、だからもうマジ言ってくれたけど抜歯日ってまあ大体1週間とか、うんうん、まあ、10日とかそのぐらいだけど、もうそんだけ経ってればまず間違いなく大丈夫だよねっていうので、うん、まあ、だから温めない要素だけかもね。そ, れ、ね、そうですね、うん、だから肋軟骨のお傷はやっぱりねここなんでね、みんな多分入りたいんでしょうね、あ、浴槽にね、うん、はい、だけどまあやっぱりね、熱いお風呂もそうですし、うん、まあ、運動もそうだし、うん、お酒飲むとか、うん、辛いもの食べるとかね、これ、うん、全部一応ね血流を良くしちゃうもんですからね、やっぱりここだけじゃなくて、まあ、あとは他の肋軟骨を使った手術した部分が腫れちゃう可能性があるので気をつけてほしいですね。そうだね、
はい、ということでね、うん、皆さん今回も質問ありがとうございました。ありがとうございます、はい、美容整形でね何かお困りのことがあればこちらの公式 LINE までお問い合わせください。またねたまにインスタグラムでこういった質問募集いたしますのでぜひインスタグラムの方もフォローお願いします。今日皆さんありがとうございました。バイバイ。アマゾラグループでは共に学び成長できる形成外科専門医美容看護師を募集しております。素晴らしい人柄や技術をお持ちでも現状の仕事環境に満足できていないドクターの方々がいらっしゃいましたら当院の公式 LINE ドクター個々人の DM までご連絡いただければ幸いでございます。共に切磋琢磨し技術を高め最高の美容医療を提供しましょう。